セカンドライフでのアバターの交流メタバースは、コンピュータや、コンピュータネットワークの中に構築された、現実世界とは異なる三次元の仮想空間や、そのサービスのことを指す。日本における意味合いにおいては、基本的に、バーチャル空間の一種で、企業や VR を活用し2021年以降、新たに参入した人間たちが集まっている、商業的な空間のことが、 主にそう呼ばれる。将来的にインターネット環境が到達するであろうコンセプトで利用者はオンライン上に構築された 3DCG の仮想空間に世界中から思い思いのアバターと呼ばれる自分の分身で参加し相互にコミュニケーションしながら買い物やサービス内での商品の制作、販売といった経済活動を行ったり そこをもう一つの現実として新たな生活を送ったりすることが想定されている。英的名称におけるメタバースとは英語の何にでもなれるが何もないと巨大な空間を組み合わせた造語で元々は SF 作家のニール・スティーブンスンが1992年に発表したサイバーパンク小説スノークラッシュに登場する架空の仮想空間サービスの 名称だったが、その後、テクノロジーの進化によって、実際に、様々な仮想空間サービスが登場すると、それらの総称や、仮想空間自体の名称として、主に英語圏で用いられるようになった。仮想空間の名称は日本には他にも、もともと複数あり、ワイヤードバーチャル空間、VR、電脳世界、サイバー空間と呼ばれる。1997年には、 ウルティマオンラインが世界で初めて MMORPG として商業的に成功しており、オンラインにおけるアバターを用いた活動とユーザー間の交流という考え方も、その後の様々な MMORPG をベースに普及してきた。それだけではなく、熱心なユーザーを中心としてゲームで活動した仲間と現実で出会うなど、仮想世界から、 現実世界への社会的なフィードバックも起き始めていた。世界で最初にメタバースが注目されたのは2000年代中盤からだった。2006年頃に起こったメタバース的な仮想世界サービスの先駆けといえるセカンドライフのブームがきっかけだった。当時、ユーザー数が100万人を超えたばかりのセカンドライフには、米国の大手金融機関やコンピュータメーカーなどが参入し、 3DCG で作られた仮想世界でアバターを使い、プロモーション活動や発表会などを開催していた。iPhone もまだ世に出ていない当時、仮想世界に参加する手段はパソコンだけで、ユーザーはマウスとキーボードを駆使しながらアバターを操っていた。この当時はメタバースという言葉が知られておらず、MMORPG から派生したサービスとして認識されていた。 2021年、世界的ソーシャルネットワーク企業の Facebook がメタバース実現に向けて本格的に動き出したことで、メタバースという用語が業界で再浮上した。10月には Facebook は社名をメタに変更すると発表。同社は SNS を主軸に成長してきたが、生みの親であるマーク・ザッカーバーグ CEO は、以後は新たな社名のもと、 仮想空間の構築に注力し、数年前に SNS の企業からメタバースの企業へ変わると宣伝した。ザッカーバーグは2015年時点で未来では常に装着していられるデバイスによってコミュニケーションは改善されると語っており、ユーザーは VR ヘッドセットを使ってメタバースにテレポートして仮想世界の中でリアルなコミュニケーションをするのだという。 フェイスブックは2019年に VR ワールド、フェイスブックホライゾンを発表すると、2021年7月には、メタバースを次のコミュニケーションプラットフォームと位置づけ、10月に名称から企業名を排して、h o ホライゾンワールズと解消して、メタバースのプラットフォームとした。VR 空間については、Horizon という名称で統一し、それまで、送るスブランドで展開されてきた。 VR ヘッドセットなど VR、AR 分野のハードウェアについては2022年初頭よりメタブランドへの統合を行っていくとのこと。それに対し Google からスピンアウトしたスタートアップ企業ナイアンティックは AR 技術を使って現実の世界とデジタルの世界を融合させ人々を直接結びつけるという没入型デジタル環境の仮想世界ではない。 現実世界のメタバースを提唱した。ナイアンティックの創業者兼 CEO であるジョン・ハンケは、2021年8月以降、VR ヘッドセットに拘束されるようなメタバースを、ディストピアの悪夢と呼んでいる。人気 AR、ゲーム、ポケモン GO などの開発を手掛けるナイアンティックは、2021年11月に、AR アプリ開発者向けの開発キット、ライトシップアラザックを公開した。 これは、同社の AR ゲームの動作基盤となっている、プラットフォーム、ナイアンティックライトシッププラットフォームを、他の開発者にも提供して、AR アプリ開発を後押しするというもので、デベロッパーはそれを利用して新たなプロジェクトを生み出す、ことができる。これには、自力で開発するには相当な手間と労力が必要になる技術を公開することで独立系の開発者が、 AR を活用したアプリを作成することを容易にし、開発者を増やすことで、現実世界のメタバースというコンセプトを広めていくという狙いがある。また同社は、2000万ドル規模のナイアンティックベンチャーズファンドを開設し、ナイアンティックのビジョンに合致する企業に投資する。ローン知事点で、すでにコーチェラフェスティバル、英国の歴史的要求を管理する。 ヒエリ組織ヒストリックロイヤルパレシズ、ユニバーサルピクチャーズ、全米プロゴルフ協会などのブランドと提携した。一方で、2010年代には広い意味での仮想空間としてのメタバースがすでに生まれ始めていた。オンラインゲームでは2020年時点で仮想世界的なものが複数存在し圧倒的な数のユーザーを集めていた。マインクラフトやロブロックスといった。 仮想空間を作れるゲームや XBOX を保有しているマイクロソフトも見逃せない存在となっておりメタバースはネット大手企業による次の戦いの場となりつつあるエピックゲームズが運営するオンラインバトルロイヤルゲームのフォートナイトは VR ゴーグルを使うタイプの仮想空間ではなくそしてゲームがベースとなっているしかしアバターを使った オンラインコンサートが実施されるなど、ゲーム以外の楽しみ方をするユーザーの数は、年々増加し、2020年に実施された、トラビス・スコットのバーチャルコンサートでは、同時接続数1,230万人という、小さな国家の総人口並みの人数が参加している。2021年までにソニーグループは、エピックゲームズに累計で少なくとも4億5,000万ドルを、投資している。 任天堂のゲーム、集まれ動物の森も、メタバースの一つとされている。累計販売本数は3200万を超えており、JTB が JTB 島を公開するなど、企業活用の模索もされている。ゲームから、メタバースへのアプローチは、日本のゲーム企業にとっても重要な挑戦分野といえ、日本における、メタバース推進者の一人であるグミ創業者の国光、広島は、 ソードオブ、ガルガンチュアなどの VR ゲームを手掛けるサードバースの代表取締役としてメタバース事業に注力することを宣言した。グリーグループは子会社のリアリティが提供するアニメ調のアバターを使ったスマートフォン向けバーチャルライブ配信アプリを軸にメタバース事業に注力することを宣言した。メタップス創業者と知られる佐藤渡る日は 株式会社スペースデータにおいて衛星データからバーチャル空間に世界を自動生成する AI を開発自動生成された地球の様々な地域の 3D モデルを公開していき誰でも無料で使えるように無償提供していく予定だと発表した2021年10月調査企業モーニングコンサルトが米国の成人2200人を対象に フェイスブックに対する世論調査を行いフェイスブックの新たなプロジェクトであるメタバースに興味はあるかと尋ねたところ68%が興味なしと回答したメタバースに興味ある人はミレニアル世代 Z 世代都市部のコミュニティにいる人男性の順だがどの層も半分以下となったメタバースがこのまま普及していくのかどのような方式が主流になるのか インターネットのように様々な企業が作った空間が相互につながる形になるのか、インターネット以前のパソコン通信のように企業ごとに全く別の空間になるのか、現段階ではまだはっきりしていない。N 会と呼ばれるバーチャルオフィススペースの例開発者の一部は、作業の生産性を向上させるためにメタバーステクノロジーを使用することを提案している。 教育セクター内では学習のためのインタラクティブ環境を考慮に入れる方法として提案された。メタバースは不動産セクターでバーチャルリアリティのホームツアーを主催することも可能である。学生の幻想と自然の経験の対比メタバースは既存のインターネット技術への拡張案である。メタバースのアクセスポイントには拡張現実、複合現実、仮想現実、 仮想世界のテクノロジーに加えて、汎用コンピューターとスマートフォンが含まれる。メタバース関連の研究とテクノロジーに対するビジネスと商業の関心には、2014年に VR 会社オクルス VR を買収した Facebook が含まれ、様々なサービスを接続する 3D ソーシャルスペースを構築する計画を発表した。メタバースの VR テクノロジーへの依存は、 その開発と大規模な採用に制限を課している。コストとデザインのバランスに起因する制限には、高品質のグラフィックスの欠如と機動性の欠如が含まれる。軽量のワイヤレスヘッドセットは、かさばる優先 VR、ゴーグルシステム用に最適化された画質に欠けている。このテクノロジーを大規模に採用するためのもう一つの問題はコストである。 2021年には、HTC VIV Pro にヘッドセットに、コントローラーが追加された。2021年、韓国政府は、統一された全国的な VR 及び、AR プラットフォームを構築することを目的とした、全国的なメタバース同盟の創設を発表。仮想環境間で、共通の標準、インターフェース、及び通信プロトコルが開発中である。 コラボレーションとワーキンググループは次のような仮想環境間の相互運用性をサポートするための標準とプロトコルを作成しようとしている。この用語は1990年代初頭に登場し既存の技術に基づく純粋に陶器的な古代宣伝の概念を使用した広報構築の方法として批判されるようになった。関係する企業は ウェアラブルデバイスやユーザーとのやり取りを通じてユーザーの個人情報を収集する可能性が高いためメタバースにおける情報プライバシーは懸念事項である。Facebook はメタバース内でターゲットを絞った広告を継続することを計画しており誤った情報の拡散と個人のプライバシーの喪失に関連するさらなる懸念を引き起こしている。 AR のパイオニアであるルイス・ローゼンバーグはメタバースはソーシャルメディアよりも二極化する可能性があると警告した。人々を情報バブルから独自のカスタム現実へと借り立てユーザーが社会の嫌いな部分を選択的に現実をブロックすることである。ユーザーの中毒と問題のあるソーシャルメディアの使用はメタバースの開発に関するもう一つの懸念事項である。 インターネット依存症、ソーシャルメディア、及びビデオゲーム依存症は、うつ病、不安神経症、肥満など、長期間にわたって、精神的および肉体的な影響を与える、可能性がある。専門家はまた、メタバースが既存のインターネット技術と同様の方法で現実からの脱出として使用される可能性があることを、懸念している。メタバースは、 オンラインエコールームとデジタル的に阻害された空間の社会的影響を拡大する可能性がある。メタバースの開発は各人の信念に基づいて仮想世界をアルゴリズムで調整するために行われる可能性があるためメタバースはエンゲージメントを維持または増加させるために偏ったコンテンツでユーザーの現実の認識をさらに歪める可能性がある。 2009年頃から仮想世界が無法地帯であるため仮想世界のための法制度を整えるべきという主張が一部の法律化により行われている。技術革新により再現なくリアルになっていく仮想世界で犯罪体験が横行した場合犯罪体験に影響を受けたものが現実でも同様の行動に及ぶ可能性があるためである。ありがとうございます。